私はステップアップっていう曲が好きで、このライブでは
歌わないんですけど、今日の1時からのライブで歌ったんですが、すごくハードロックで歌詞がすごく勇気づけられる曲で、自分でもなんか落ち込んだ時にこの歌詞を見て頑張ろうって思えるので、ステップアップが一番好きです。ありがとうございます。私は皆さんと一緒に楽しめるワンフォーオールが大好きです。ここでじゃあ今日は子どもの日ということで、ワールドゼロの皆さんに子どもの日のエピソードを聞きたいと思います。何か子どもの日のエピソードはありますか？と、私は女3人兄弟なんで、子どもの日あんまり関係ないのでわからないです。何かあやつと弟いるよね。弟います。ですね、私は、いつも兜とかを飾って、それにオルゴールみたいなのがついてるので、永遠にずっと流してました。今日は私も弟がいるんですけど、最近は兜とか鯉のぼりとか全然飾ってなくて、小学校低学年ぐらいまで飾っていた覚えがあります。はい、以上ワールドゼロトークでした。ありがとうございました。それでは次の曲に移りたいと思います。次の曲はありがとうという曲で、この曲はとっても感謝の気持ちが込められていて、そしてとってもそしてワールドゼロ初のバラードになっています。皆さんもありがとうと思い、ありがとうと伝えたい人のことを思いながら聴いてください。心を込めて歌います。聴いてください。ありがとう。一人
皆さんぜひご協力よろしくお願いします。大丈夫ですか？ではまず、あ、忘れた、もう一回戻ってきてください。すいません、一回やるのを忘れてました。もう一回、一回最初に私たちバンドゼロでやってみたいと思います。せーの、一緒にやりたいと思います。では今度こそ皆さん、お客さんの近くに行ってください。はい、それではレッスン始めたいと思います。まずは前半の振りからいきたいと思います。皆さん、近くにいるメンバーをよく見ていただけたら嬉しいです。まずゆっくりいきたいと思います。せーの、親指ミミにその手をパーに、それから動かして、はい、ここまでが前半です。前半大丈夫そうですか？もう一回やっていきましょう。もう一回だけやって思います。ごちゃ混ぜにならないように皆さんついてきてください。いきます。せーの、親指にその手をパーに、それから上下に動かして、腕組み1、5、パーで開いておしまいです。いい感じです。それではラストの練習いっちゃいましょう。ラストの練習は全員歌を歌います。皆さん歌に合わせてフレーズがないので頑張ってください。いきます。というと、 Be a player, one for all, all for one と言っています。一人はみんなのために、みんなは一人のためにという意味です。皆さんぜひ大きな声を出して歌ってみてください。いきますよ、せーの、 We are player, one for all, all for one。 いい感じです。今度は皆さんだけでよろしくお願いします。子供の日なので、子供の皆さんは大きな声で歌っていただけたら嬉しいです。またダンスもよろしくお願いします。それでは皆さん盛り上がっていきましょう。聴いてください。 One for all, all for one。
みんなで一緒に歌って。